加藤民吉、加藤民吉、加藤民吉、1772年から1824年は、江戸時代の投稿。同名を名乗った人物は6人いるが、本記事では、地祖と呼ばれる初代民吉について主に記す。明和九年、1772年2月20日、終わり国カスガイ軍の瀬戸村、現在の瀬戸市にあった大松洋という鎌本の次男として生まれる。 生家は、瀬戸の山東屋への分家筋にあたる家系で、幼名を松次郎と言った。当時の瀬戸洋は、非全国有田の今万里焼をはじめとする時期に押され、釜屋一軒に、六炉一丁、釜を継ぐのは調子のみなどの規制によって、生産量を制限していたため、長京の春を、加藤吉右衛門が釜を継いだことで刀工としての職を、失った民吉は、京和元年、1801年に、 父、吉左衛門らと共に、厚田前、日田、現在の名古屋市港区の入職者として、名古屋に移りんだ。同様に職を失った投稿が、神殿開拓に携わる例は少なくなかったという。やがて、民吉らは、神殿開発を指揮していた、厚田奉行、塚根種臣と出会うこととなる。種臣は、民吉らが、瀬戸の投稿であったことを知り、かねて入手していた、 新国の統説に書かれていた染付時期、南京石焼の製法を教えるとともに80両の資金を与え、厚田神殿の古い堤防を利用して釜を築くなどして試作させた。瀬戸以外に釜場ができることを知った。瀬戸村の反発は凄まじく、民吉の親類で瀬戸の庄屋でもあった四代、加藤東左衛門は藩への静願を行い、最終的に釜を瀬戸に移して、 タミキチラが施策を続けることになる。新生焼として、終わり藩の御用も受けたが、有田などの時期の品質に届かぬことから九州に人を送って学ばせることが考えられる中、法輪寺十世、学童祖縁から、幕府の直轄地である天草にも、時期の川があること、また、天草の東向き寺十五世、植愛合天中が、菱野村、現在の瀬戸市菱野町出身であることが伝えられ、 天中を頼って、民吉を送り出すことになった。祖英から天中への手紙を携えて民吉が瀬戸を出立したのは文化元年1804年2月22日で、功績委員の僧、元門が途中まで堂々し、約1ヶ月の旅程を経て3月末には天草に入った。天中から上田原作、上田義鎮、高浜村の庄屋で鎌本でもあった絵のによって、 上田家の皿山、釜場に住み込んだ富吉は、宿炉炉の使い方を教わって、およそ4ヶ月経った頃には1日250個ほどの茶碗を作れるようになっていた。その後、富吉は、非善の技術を学ぶべく、天中に予賃への書状を依頼。それを読んだ義一から、露銀も受け取り、9月初旬の長崎祭礼に合わせて、長崎に渡った。祭礼見物の後、 天中からの書状を携えかれ木根郡佐世保村、現在の長崎県佐世保市にある西宝寺十六世、地明丼水を訪ねた民吉は同時にしばらく泊まり、羅水の紹介で廃棄村の薬王子住職、玄玉春林を頼んで、平戸藩の藩用、三河内皿山の今村へ上門の釜に雇われることになったが、 日数があったことから一旦天草に引き返し、天中や余人に参加川内入りを伝えている。こうして12月16日に三河内に入ったものの、10日ほどで、昭夜から、他国のものは置けないと言い渡され、民吉は、薬王寺に戻らざるを得なかった。春林の助言で、高長村、後の東園義軍折、小瀬村、城下義福面麻、高久志、元。 佐世保市江永町の福本旧右衛門のもとを訪れた民吉は旧右衛門のいとこでもある松浦郡、一の瀬村現、長崎県北松浦郡佐々の福本二左衛門への紹介を受ける。まず佐々村現、北松浦郡佐々町の東校寺を訪れ、次相と共に皿山に向かった民吉が雇われることとなったのは12月28日のことであった。 明けて文化2年、1805年、雇われた民吉は土作りの手伝いから始め、半年を経た頃には1日に茶碗を300個ほど作れるようになっていた。なお、染付焼き期,期限には、二左衛門が民吉の仕事の念入りなのを見て、微終尾張の釜食に相違ないと見抜き、石宿、焚木などが豊富であれば移り住みたいと打ち明けたという話が残さており、 三河内の二の舞を避けるためか、当初ここでは、尾張から来たことを明かしていなかったと考えられる。同年の秋、二座右門の息子、着子の新右門が、伊勢参りのためサザを留守にしていた時期に、釜入れが行われたことで有薬の調合なども、知ることができた民吉は、冬暗闇のために、東光寺を天中が訪れた際に、二座右門に暇を出してもらえるように頼み込み、 二座右門も最後には同意することとなった。一年間の御礼奉公の後、民吉が福本家を離れたのは、文化四年、1807年1月7日であったという。さざを離れた民吉は、有田焼の上絵の技法を知ろうと考え、天草出身のふりをして、有田の上絵屋を訪れたが、鍋島藩の情報統制の厳しさからとろうに終わる。なお、たみは、 有田にいる時期に、堤宗衛門の鎌屋に三十日ほど住み込んで、丸用の畜養方法を見覚えたと伝わっているが、鍋島藩が厳重に管理していた有田焼の皿山に、他国の人間が住み込めたとは、考えがたく、働いたとすれば、畜養業の家であろうと考えられている。約四ヶ月を有田で過ごした民吉は改めて、天草を訪れ、 天中や余賃に礼を述べた。なお、この際に、ギッチンから、上絵の技法について伝授されるとともに、瀬戸で使っている、絵役、五須の入手を依頼されいる。東向寺の家来という通行手形を与えられた、民吉は、創作一命を伴い、5月13日に木戸に着き、6月18日に、瀬戸へ帰り着いた。なお、帰国の途中で、宇都半島にあった。 阿弥陀焼の皿山に立ち寄ったほか、伊勢神宮にも参拝している。瀬戸に帰り着いた民吉は時期を藩主に献上したことで、染付を用た手となった。文化5年、1808年には一代限りの、名字御免、加藤政の交渉が許可となっている。また、従来呼ばれていた、神聖焼を、染付焼、旧来よりあった陶器を、本業と呼ぶことが定められ、 瀬戸染付は京、大阪、江戸にも出荷されるようになって、瀬戸洋は復興した。民吉は、帰国から十七年後の文政七年、1824年7月4日に、去年五十三で没し、西谷集落の墓地に葬られた。没後の文政九年、1826年、亡くなる直前に民吉の誓願で開かれた、洋拝所、現、鎌上神社に合わされている。 瀬戸に時期をもたらした功績から自祖と呼ばれており、当祖、加藤かあげまさ、藤四郎と並んで、瀬戸の歴史における重要人物とされる。その功績により、1928年、昭和3年11月10日には、昭和天皇即位に伴い、15位を追贈された。1953年、昭和28年、市民の寄付により寺本町の放泉寺に、 当初の母碑と共に、新たな母碑が築かれたが、これは1995年、平成7年に鎌上神社の境内に移されている。民吉が、時期の製法を探るために、尾張から来たことや祭祀があることを隠して、鎌本の娘と結婚し、製法を知った後に、瀬戸に逃げ去った、瀬戸にやってきた母子が民吉に祭祀があるのを知って、池にを投げたといった話はいつの頃からか、 瀬戸に伝わっていた。しかしこれについてはいくつかの点から疑問を呈する意見もある。また、明暗演染付け、後日を見た加藤東九郎が1928年、昭和3年に、サザを訪ねているが、九州では、民吉と娘の秘伝に関する物語を全く聞くことがなかったため、九谷焼の後藤西二郎との婚ではないかと指摘していたという。一方で、 これらの話が瀬戸にのみ伝わっていることから、伊勢参りなどで、こちらに来た娘が瀬戸を訪れて、民吉に会おうとした事実があるのではという説ある。佐ザには、現地妻説にも絡んだ、民吉の作と言われる落款の入った焼き物が、複数存在しているが、民吉の足跡について、現地調査した、加藤昭三、1901年から1979年。 によればこれらに入れられた落款二十種類以上ある上、焼き物のほとんどが酸化炎で焼成されていたことなどから岩作と断じている。また、出所が同じ民吉が我が子の守り本尊として焼いたとされる大黒像があり、戦後の混乱期にこれらを売った人物、当時佐世保市木原町に在住していた陶芸家とそのおじが語ったとされる話が、 1956年、昭和31年に、佐々町教育委員会によって刊行された、佐々町郷土史に掲載されているが、以下の理由などから肖像は疑問を呈している。先の焼き物で、文化財に指定されていたものについては後に、指定解除となっている。また、大黒像には、試し岩城基地、文化産と刻まれており、民基地の修行先が、 シーバ城左衛門の鎌で現地妻がその娘あるいは孫娘であることが前提という疑問点が解消できなかったこともあってか、後に願作と断定されたという。一方で、佐々町の釘六蔵家に民吉作として伝わる、夏木柏向笛については、出所が、鉄井大柱、東光寺十六世住職を務めた前奏で、終わりの民吉が作ったなどと箱書きに記されている。 点や、織部焼きの技法を用いて作成され還元炎で、調整されている点をして、民吉作の可能性が高いとしている。なお、夏木柏は向付けには楽観などはないが、瀬戸において、初代、民吉の作と伝わる焼き物にも落ちを含めて名などは、ない。民吉がその功績にもかかわらず村や釜仲間の役職などについていないことや、文政元年、 1818 18年に、深川神社15代宮司二宮森常が民吉の九州域について記述した、染付や危起源が民吉の口実を置き、止めたものであり、その中で、民吉が、途中で堂々した人物に宿帳を代筆してもらった、話があること、人名、地名などに工事が多数残されている、民吉が読んで確認していない。こと、天中への礼状さえ、父、 吉左衛門の名で出されるなど書状を含めて、初代民吉が書いた文章は全く存在していない。ことなどから、民吉は文盲であった可能性が指摘されており、これが作品に名や楽観がない理由の一つとも考えられる。名案園染付、二表絵西の染付は1927年、昭和2年10月に、大阪中座で上演された。さざの悪魔。 瀬戸の鎌神という副題が付けられたこの芝居は、平戸松浦藩のご用用に偽名で潜入し、鎌本の娘、千鶴をめとった民吉が、平戸焼の技法を盗んだことで、鎌本の仁左衛門と息子の小助が A となり、村人から民吉の踏み絵を踏みつけるように迫られて、泣き崩れる千鶴を描いた序幕と、民吉の子、吉蔵を連れて、瀬戸を訪れた千鶴と民吉の永遠の別れを描いた。 大二幕からなる。大森知説が脚本を書き、民吉を初代中村元次郎、千鶴を中村福助、民吉の本妻、おしな三代目、中村若衛門が演じた。当時低迷していた瀬戸では、宣伝効果を狙って、舞台で使用する壺などの提供を行った。しかし、これが前日の民吉と現地妻のイメージを固定したとも言える。なお、この芝居は、 話の筋を若干変えられるなどして、大衆演劇として各地で興行され、本来とは違う民吉のイメージをさらに広めることとなった。劇団テアトル博多によって1988年、昭和63年に、佐々町文化会館で上演された。原作、石山光一郎、演出、野尻敏彦による演劇で、基本的なストーリーは、明暗演染付と同様。 皿山に潜入した民吉と福本二座右衛門の娘、糸の秘伝を軸に描かれている。加藤翔三の民吉街道などを原点とした瀬戸市民オペラとして1997年、平成9年に瀬戸市文化センターで上演された。2005年、平成17年には脚本に手を入れた上で、愛知万博長くて会場のエキスポホールでも再上演されている。 1960年、昭和35年から1961年にかけて NHK で放送されたドラマシリーズ、この光は消えずの一編として、民吉を描いた作品も放送された。前後は、民吉と妻、三津との間には、息子がなく、一人娘である佐藤の夫とするため兄、春王の次男、吉次郎を養子に迎えたものの、佐藤は、 産後の日立ちが悪くなくなり、生まれた子供も創生したため直系の子孫はない。三代作士郎は、吉次郎と古才の間に生まれた子。四代米次郎は、主乱の木があり、後に家を捨てて放浪。1931年、昭和6年に、山口県朝郡、古島村で病死した。五代は四代の甥、い、妹夫妻の次男にあたるが、古代以降は、東京から離れたという。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。